はい、皆さんこんにちは、ワンダルクルフィッシュです。では今回はデートの決断図日本軍プレイの続きやっていきます。前回パナマ運河に1回目の強襲空撃をかけたんですが、阻止されてしまいましたので、今回はですねこのパナマ運河を改めて、強襲していきたいと思います。そしてですね陸戦隊、これが東海岸に向けて、進撃する準備は整っているんですけども、数が足りていないので、数が揃うのを待ってですね進撃を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。艦隊の直縁は上げてあります。空母から直縁はすでに、空母上空で待機中です。この状態で空撃を行っていきましょう。第11艦隊もこの後ですね先行している先遣艦隊主力艦隊に追いつき次第合流。あとですね第16艦隊、これは最新鋭の艦隊になってますけども、これが今ウェイキに入ってますので、ウェイキからですねこの後ハワイに向かってもらって、ハワイで補給をした後ですね主力として活躍してもらいたいというふうに思っています。第16航空艦隊こちらですね。小沢さんが提督で、運閣計画、これは昇格型の3番艦、4番艦になってます。で、ハワイでね、航空戦力、航空機を乗せて主力艦隊に合流予定です。では、時間を進めていきます。ハワイ基地に敵艦隊接近か。ハワイか。ちょっと困ったことになったな。ハワイには今艦隊はいないぞ。駆逐艦3。これだったら、味方の陸上戦力だけでなんとかなるかな。ハワイには今、陸戦隊が4つ入っているので、これでしのげそうですね。まあ輸送艦も全滅させているので、もう次上陸される心配はないので、このまま様子見しましょう。ちなみに18陸戦隊はこの後、アメリカ本土の方に移動させる予定です。シアトルは防衛戦ですね。敵の師団がやってきてますので、これを防衛していきます。艦隊が取り付けなかったか。パナマ運河強襲がうまくいっていないようなので、ちょっともう一度進んでいきましょう。では艦隊ね、いよいよ取り付かせていきます。航空戦力が一体全体ねどれくらいあるのかなっていうのが本当に疑問ですけど、ここのパナマ運河通過するのは少し時間がかかりそうですね。艦隊にもダメージが出そうだ、そんな予感がしますが、では艦隊動かしていきましょう。直縁を上げるのを忘れないように。はい、では各艦隊から直縁を上げてありますので、いよいよパナマ運河ですね、ここに一斉攻撃を開始していきましょう。とはいえ行動力をある程度使い切ってしまっている艦隊が多いので、まあ、今回は、ね、主に空撃になります。その空撃を行って、まずは敵の戦力がどれくらいあるのかっていうのをね、ちょっと見極めましょう。こんだけの戦力を出すので、陥落はもちろんさせること前提なんですが、簡単にダメージが出てしまうとね、この後東海岸の攻略が遅れてしまうことになるので、まあ、その遅延を招かないためにもですね、効率的に攻略を進めていきたいなというところなので、敵の戦力はね、正確に掴んでおきたいです。第4艦隊に敵航空隊、直縁が39、まあ、40機上げてますからね、これはしのいでほしいな。で第5艦隊の航空隊がパナマ基地上空に到達。デッキと遭遇。あー、これ50機か。敵も相当な数の直縁がありますね。
味方も直縁の数はね、相当数上げたので。で、爆撃機27、攻撃機38。これが、パナマンガに攻撃を仕掛けます。攻撃の目標は、飛行場。まずは敵の飛行場を破壊しよう。敵の陸上戦力はどうなんだろう、なさそうな感じもしましたけどね。報告的には。航空機11機。続いて、救急の艦爆。敵の航空機を削れるだけ削っておきたいですからね。12、破壊。航空機10機、破壊。8機、破壊。だいぶ破壊したね。味方の損害はしかも非常に軽微。というかまあ事実上なしですね。これ見る限り敵の陸上戦力はなさそうなので、このまま艦隊を突入させて、一気に占領してしまいましょう。パナマ運河に防衛戦力を置いておく余裕がないほどに、アメリカ軍は切迫している状態だというふうに見ることもできますね。アメリカ軍の第6艦隊ハワイにやってきた艦隊ですが、これは1隻を撃沈、2隻中破という状態です。味方の兵力損傷は非常に軽微。では続き動かしていきましょう。艦隊です。でそろそろですね、第2艦隊の様子も確認しておきましょうか。武蔵どうなってるか。出れそうですね。武蔵出れそうなのでこのまま出撃させましょう。移動先はまあ一旦はね、パナマ運河攻略している先遣艦隊に合流してもらいましょう。で、シアトルの方の陸戦隊の数確認します。今2入ってますね。第1、第17の陸戦隊。これでシアトルを守らなきゃいけないんですが、艦隊に陸戦隊乗せた関係で、サンフランシスコに1、16陸戦隊ですね。で、ロサンゼルスにも1、第19陸戦隊しか乗っていないので、陸戦隊の数が少し不足しているので、アメリカ軍の、ね、陸戦隊が本格的に反抗してきた場合には少し、手を焼きそうな予感がしてます。では、艦隊動かしていきます。では、第4航空艦隊に対して、敵の航空隊が接近してきているようなので、これ迎撃していきます。味方の直縁51、敵の攻撃機は7機撃墜して5機のみですね。これなら十分に防衛できます。そして、ヤマトが、パナマ運河に突入。ここは輸送船団がやられるのか。陸戦隊を無駄に失いましたね。まあ、ただここはしょうがないですね。敵の陸上戦力はいないという状況なので、このまま破壊していきます。はい、これでパナマ運河攻略完了です。まあ、輸送船を失ったもののですね、ほぼほぼダメージなく攻略できたかなと思いますので、このまま補給だけ済ませて随時東海岸の方に向かっていきましょう。パナマ運河が取れたので、いよいよ東海岸の攻略ですね。本格化していきます。では戦力の確認からしていきましょう。まずは、ロサンゼルスに陸戦隊が1。これ増やしているんですけど、まだ到着してないですね。サンフランシスコの方も1。で、シアトルの方は、ここも1、17と2つから変わってないな。今、動かし途中ではあります。ポートランドの方と、
サクラメント、ここ攻略できてしまえば、サンフランシスコとかに置いてある戦力をね、少し融通できるんですが、少し先のことになりそうですね。ではこのまま艦隊一度パナマ運河に収容して、この後ですね、まあ、拠点としてはどうなんだろうな、ニューオーリンズ、ここの攻略に向かいましょうか。まあ、海軍基地ですしね。でワシントン、ニューヨークと攻め込みましょう。シカゴはどうやっても艦隊戦力は入り込めそうにないので、シカゴは陸戦隊で攻略するしかないですね。ニューヨーク、ワシントンと攻め込む前にニューオーリンズ攻略していきます。では時間を進めていきましょう。ロサンゼルスにいた陸戦隊はフェニックスの方に一度移動させました。敵の陸戦隊はいないので、これ占領成功してます。このまま東海岸を目指してもらいたいと思ってます。シアトルの方は防衛ができそうですね。味方の損害に対して敵の損害の方が明らかに大きいので、このまま待っていれば敵の陸戦隊は自滅してくれるかなというふうに思います。まあ、逆にシアトルからね、陸戦隊1個送り込んでもいいかなっていうね、それくらいの感じはしますが、無理する必要はないので、ここは陸戦隊を温存します。で逆にロサンゼルスにいる陸戦隊ですね。これフェニックスに移動させましたので、続いてフェニックスからエルパソに移しましょう。移動です。このままニューオーリンズを目指す。で、味方の艦隊ですね。ポートをPA 乗ってみると、ポートモレスビって言っちゃうんですけど、パナマ運河ですね。パナマ運河の艦隊ですが、ここは補給を行った後に出撃を行っていきましょう。補給、そして出撃。はい。では、各艦隊、出撃です。一気にね、東海岸を蹂躙するために最大戦速。南雲さんのところの艦隊は足が速いですね、やっぱり。で、あと第9艦隊ですね、これ巡洋艦の艦隊ですが、これも同じく南雲さんの艦隊に随伴してニューオーリンズ攻略を目指します。で、空いたパナマ運河の港には後続の艦隊を入れて、ここで補給、東海岸制圧に向かってもらいます。第10、第11艦隊もパナマ運河に向けて航行中。第2艦隊武蔵もパナマ運河に向けて航行中です。さらにハワイに向けて今進路を取っている主力になってもらう第16航空艦隊、これが今ミッドウェー沖を通過、この後ハワイに入ってくれますね。では時間を進めます。エルパソも取ったね。このまま行くと陸戦隊の方が先にニューオーリンズに到着しそうな気がしますが、アメリカ軍の動きが非常に鈍足なのが少し気になりますね。国力情報見ておきますか。国民生産力が日本が74、アメリカが20、情報技術はアメリカの方がさすがに上ですね。艦船、航空、兵器、工業、すべてにおいて我々の方が上回っている。基地維持費はアメリカ軍が我々の倍、こういう状況ですね。なので戦力的にここまで来たアメリカ軍に逆転を許すということはないかなとは思いますが、まあ油断はねせずに行きましょう。で、あと補給船ですね、ちょっと確認しておきましょう。一応補給船で言うとここまでしっかり張れているので、アメリカ東海岸このまま攻略進められそうですね。はい、進めていきます。
ではシアトル防衛しましたので、東海岸一帯の、ね、制圧を今進めています。サクラメント、ポートランド攻略してこれで東海岸のすべての制圧が完了しました。これから部隊をニューオーリンズ、ワシントン、ニューヨークと向けていきます。ダラスにまで来たね。これでニューオーリンズ攻略、ヒューストン、ニューオーリンズと行軍の進路を、ね、取っていきましょう。味方の艦隊はまだここなので、本当に下手したら陸戦隊の方が先に、ニューオーリンズに到着してしまいそうですね。援護はしてあげたいので急いで動かしましょう。では陸戦隊動かしていきます。まずは第19陸戦隊をヒューストンに動かしましょう。これでニューオーリンズに対して大手という状況になります。で続いて東海岸にいる部隊なんですが、東海岸の制圧これ安定的にできそうな状況になってきましたので、ここからはですね、もう陸路で東海岸をね目指しましょう。敵の陸戦隊もどうなんだろうね、中央にどれくらいいるのかっていうのがいまいちわからないですけど、ここまで頑強な抵抗を受けているという印象はないので、このままね、シカゴを経由してニューヨーク、ワシントンに向かってもらいます。第一陸戦隊もシカゴ経由ワシントン、シアトルに残った陸戦隊、この2つもシカゴ経由ニューヨーク、ワシントンと目指してもらいます。一つ心配なのが、あの陸戦隊を動かしていくときに経路で一つでも残しておくと、アメリカ軍がそこをついてくると東海岸を奪還されるって恐れがあるので、サクラメントに入っている陸戦隊の経路は手動で回しましょう。移民するとちょっと心配なので、ちゃんとここソルトレイクを経由してくれるかどうかっていうのが委任だとわからないので、ちゃんとソルトレイク経由に切り替えます。ここまで来てね、手戻りの工数が発生すると、まあ、それはそれで面倒なんでね、しっかりやりましょう。というところでですね、10月30日なのであと31日と過ごせば1日大本営会議になりますので、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回大本営会議で陸軍もなんとか動かしてですね、アメリカ全土の制圧、これを目指していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。